なあ、フーゴ、外天気いいしさ、一日ぐらい勉強しなくたってさ、なんか今日は乗り気じゃないんだよ。お待たせしました。いちごケーキになります。あのね、ナランちゃん、あなたは立派だ。自分の方から小学校満足に行ってないから教えてくれなんてなかなか言えるもんじゃない。そして九九だってちゃんと覚えたじゃないですか。教えた通りやればできます。あなたならできるんですよ。いいですか、 6×5 はいくつです？ 6×5 は6×5 30。そう、やっぱりできるじゃないですか。もう半分できたも当然ですよ。そうか、6×5 30ね。よし。ん、おい、何の真似だこりゃ。何って、いちごケーキです。いちごケーキだっつうのは見りゃわかる。チョコケーキでもなきゃチーズケーキでもないからな。そうじゃねえ、ケーキが4つなんだ。この俺に死ねっつうのか。はあ、またですかミスター。間抜け、4つのものから1つ選ぶのは縁起が悪いんだ。5つのものから選ぶのはいい、3つのものから選ぶのもいい。だが4つのものから選ぶと良くないことが起こるんだ。